7月26日のところですね。また似たのが出てきてるね。紙とセルフは同一ですか。でこういう場合にね、紙とは何か、セルフとは何かってね、自分で定義、一応自分なりに定義できるなら聞いてもいいですけどもね、紙もわからない、セルフもわからない、どちらも定義できないけれども同一ですかって聞くことに何の意味もないでしょ。だいたい質問の意味をわからないでこう質問してますね。セルフは誰にでも知られてはいますが、あなたはセルフだからですっていうことでね。明瞭にではありません。明瞭に知っているのは政治、サージュって言われる人たちね、ウリシって言われる人たちだけね。ですから皆さんがセルフを明瞭にね、確知できたなら皆さんはセイジ、サージュなんですよ。ブリシなんですよ。ブラフマンなんですよ。アハトマンなんですよ、あなたはセルフとしては常に実在しており、セルフっていうのは実在、常在って言われるようにね、常に実在、常在しており、その実在、being、be, to be, あることの ing, 一瞬一瞬、今ここ、過去とか未来じゃなく今。be, in, ハイフンつけたら意味があるんです、それはね。単なる存在。普通、be, in っていうと存在しているもの何でも指します。が、be, ハイフン、ing の場合にはね、セルフを意味しています。が、セルフです。ティク・ナ・タン先生の著書のね、Being Peace っていうのは平和であることっていうことで存在じゃないんですよ。Being がね、動詞で、助動詞みたいに使われてて、Peace がね、保護みたいに使われて平和であることっていうことで、心の状態、世界の状態を言ってて、マハリシが言ってる B-ING っていうのはね、Sat、サンスクリットの Sat の翻訳で実在のことです。ティク・ナ・タハン先生のは、ピースフル、インタービーイングのことを言ってるんですね。お互いにピースフルであることを、ビーイングピースって言ってるんですね。戦争しないで平和であることっていうような意味なんですね。ですから、ビーイングでも意味が違うということです。マハルシとティク・ナ・タハン先生では、ビーイングの使い方が違うということですね。ですから、定義を知らないといけないということですね。私は実在するが神の最適の名称です。ですから、英語で言うと、I am ですね。ユダヤ教の方で言うと、エホバって言われてますがね、それは発音できないっていうことで、まあ、仮にエホバって言ってますけどもね、私はあるっていう意味ですね。あるいは言えないものっていう意味ですね。表現できないもの。それで仏教とかヨガでは、不とか非とかつくのが多いんです。不生とかね。そうではないものっていうより他ないので。そうであるものはみんな一般の人が知ってるもんですから、それではないものっていうより他ないんですね。あるいは、
beyond, over とか作って beyond self, over self とかっていうわけなんですね。何々を超えたものっていうわけですね。あるいは何々ではないもの。神のあらゆる定義の中で旧約聖書の出エジプト記34の記述、私は実在するものである、 I am that I am ほどよく言い表されたものはありませんとね。アートマンとかブラフマンっていうと、まあ神とか仏とかそういうのと同義に使われるけれども、実在するっていうならアイアン、その後なし、それが一番いいっていうことをマハルシュが言ってるわけですね。ブラフマンこそ我なり、我はブラフマンなりとか、そのような何々は何々であるっていう定義はね、二つに分かれたものを無理やり結びつけるわけですね。ブラフマンと我とか、そうじゃなく、そういうブラフマンとかいう観念なしにアイアン、それが一番適切なセルフの、まあ、名前だっていうこともあるし言ってるわけですね。我は彼なり、彼のものなりとかね、そういう何かと何かを結びつける言い方ね、などの記述もありますが、私は実在するアイアン、を意味するヤハウェ、エホバの名称ほど直接的なものではありません。絶対的実在は、絶対的存在は実在するものセルフであり、それが神です。セルフを確知すれば、神は知られるのであり、実際は神は、あるいは全てはセルフに他なりません。セルフがあるだけっていうことです。一者があるだけっていうことですね。ですから、いろんなこういう質問は、まああまり意味がないし、まあそれに対してマハルシが言えることは、あるのはセルフだけって、まあそれだけなんですね。まあ体の中でね、心臓と肝臓は一緒ですか違うのですかって細胞たちがね、議論してると思ってください。あるのは体一つですって、そういうことでね。全体生命の他に神様がいるのですねって、またノルちゃんとダンノスみたいに考える人たちがいるでしょ。ですから考え事をやめればね、静まってただいれば全体としてそこにあるっていうだけなんですね。細胞はいろいろにね、働いてるけども、体という全体というね、統合されたシステムに従って、まあ栄養を受け取って、血液とかリンパ液から栄養を受け取ってまた老廃物を出してやって、それをね、まあ脾臓とか腎臓とかがあれこれ処理してくれるでしょ。で全体として一つの命を生きてるだけであってね、私はこの細胞がね、私の名前は花園その子でいいでしょうとかってね、ちょこっと栄養を他から取ってね、ピカピカに光らせますからね、美白にしますからねって言わなくても、そこに存在するだけでセルフなんです。全体体なのですね。僕らもし細胞だというなら、存在してるだけでね、全体生命の中で存在して静まってるだけで、その細胞なりにその細胞の働きだけしてればね、それでいいことなんですね。それをマハトマ・ガンディやラマナ・マハラシみたいにね、全体の知恵をそのまま受け取って、ただそのまま自分の計らいなくやってれば、それが全体の全体性のセルフの心、神の御心にかなってるっていうことでしょ。私としてはってね、そう出しゃばらなくてもいいっていうことです。何したらいいか分かんなくて寝て死んでいくと、腎臓が処理してしょんべんとして出してやるんですよ。いや本当ですよ。ですからしてもしなくてもね、セルフには違いないんですけどもね。何したらいいかわからないんですっていう細胞ばっかしださね、人類ってね。地上最悪のね、動物でしてもあるし言うけど、それそうかもしれないね。知識がなくても動物や植物は自然のプログラム通りにしか動いてないんですよね。そこにあるミムザがね、渡辺さん、来年こういう AW にしますかとかって言わないような。その通りにただ生きてるだけですよ。それで見事に
調和してるわけね、うん、だからどうこうって考えなくてもいいんですけどもね、考えないとダメなように人間は生まれた時から親たちにね教育されるもんですから、あるいは虐待されるもんですからねセルフを自分と言い換えてみても、自分は誰にでも知られてはいますが明瞭にではありませんってね。自分って考えれば考えるほど分かんなくなるでしょ。自分のことは自分で分かると思っても、なんで自分がそう考えるのか分かんないでしょ。実験がそう考えさせてくれてるだけなんでね。ですから自分ほど分からないものはないんですよ。結婚生活が長引いてくるとエイちゃんね、何でもいいけども伴侶ってなんか分かんなくなってくるでしょ。相手もそう思ってるんだから、うん、でエイちゃんはエイちゃんで、前学は前学んで、自分のこと考えれば考えるほど、なんでこの世に結婚してなんで平瀬にいるんだろうって分からなくなってくるんだよねだから自分ほど分からないものはないんですよ。でも自分にはこういうデータがこう入ってきたんだって、まあ私の回想を書いてみればある程度は分かる。なんでピアノ好きになったのか、なんでそういうメロディー好きになったのか、刷り込まれたからであってね。なるほど、そういう刷り込みを受けたかったんだな、あるいは受ける器として自分は生まれてきたんだなってだんだんわかる。じゃあ次はどういうものを受ける器でありたいんだろうか。ラマのマハルシの知恵をね、最初から受け入れる器になりたいと思うならば、そのように準備しなきゃないですね。自分のことは体でも心でも分かったようでわからないのが実態でしょう。だって皆さん自分の心臓の内部とか腸の内部とかどうなってるかわからないでしょ。それは身内についても同様で、親、伴侶、子であれ、分かったようでわからないものです。本当にわからないわけ。だんだんわからなくなってくると思うな、僕はな。そうすると私たちが明確に知っているものはほとんどなく、何もかもが分かったようでわからないということになります。本当に何もかもがね、コンピューターだってある程度こう使ってるけれども故障すると何が何だか分かんなくなるでしょ。ネットワーク組んでみてもシャットダウンしてなんで復旧しないんだろうってなると、専門的な知識ないと分からないだろうと思うんですね。そういう頭で神、セルフ、ブラマンなどについて考えてみたとて、それこそ何にもなりませんね。自分の頭やコンピューターですら分かんないのに、神、セルフ、ブラマンってさて分かるわけないからねいっそあれこれ考えるのをやめた方が良いのではないでしょうかって、マハリシがそう言ってるね。あれやこれや考えるのはよしなさいって言って、その方が賢明だと聖典の方は教えてくれているのですが、考える方が賢いって、まあ、思ってしまうんだな。西洋の哲学者に、まあ日本でも哲学者たちね、結構いましたけれどもね。パスカルのパンセイなんか読むと、考えることに非常に価値観を置いてるでしょ。考えるから人間なんだってね。考えるからボンクラなんだっていうことなんです。マハリシたちの立場からね、言わせるとね。じゃあ一休みしましょうか。
27日のところですね。神のおびただしい名前の中にあって、無思考でハートに安住する者には、私あるいは私は実在するという名称ほど真実、適正かつ美しく響くものはありません。これはマハリシの体験からそう言ってるんですね。神の基地の名称の中でエゴ、自分意識が解消されたとき、私、私、私あるいは私は実在するだけが、意識がセルフに直面したもののハートの空間、真空。まあハートの空間を普通はね、まあフリダヤって言ってますけどもね。もちろんそれにアーカーシャってつけてもいいんですけどもね。フリダヤ、ある大文字、RI って小文字で書いてもいいけども、まあフリダヤ。これが、まあ、ハートのに該当するサンスクリットですね。まあ、フリダヤだけでいいんですけども、その空間って、まあ足したいときにはそれにアーカーシャって足して、続けるとフリダヤアーカーシャってなりますが、それがまあここで真空って書いてある。心の方はこの場合にはハートでね、マインドじゃないです。ハートで、それから空はアーカーシャに当たるものですね。フリダヤアーカーシャ。この中に全てがあるんですよ。この中に宇宙の空間もあるし、時間もあるし、人間も存在、人間の肉体もね、存在しているし、こっから全部出てくるんですよ。それを別にして紙っていうのはないんですよ。観念はぷかぷか浮かんでるかもしれません、人間の頭の中に。ハートの空間に弱木無常の言葉、マウナパラバーク、ね、マウナっていうのは弱木って、まあ、何度も出てきたでしょ。弱情でもいいですけどもね。無音、音がない、つまり考え事がない、あるいは自分意識がないということですね。マウナはね、パラっていうのは最高のっていう意味ですね。無常の。バークっていうのは言葉です。それで弱木なる、ね、弱木無常のバーク、言葉ですから、聖書に書いてあるのが神の言葉じゃないんですよっていう沈黙が神の言葉なんですよ。文字じゃないんですよ。あるいは誰かが語った語る言葉じゃなく、で自分が静まることが弱木無常の言葉なんですよ。自分意識がないことが。ですからマハリシが何度も何度もね、熟眠状態は非常にセルフに近いんだっていうわけ。静かでしょ。ギャーギャーって騒いで熟眠してきていないでしょ。ですからこの弱木無常の言葉、あるいは音ね、それがオームですね。それを AUM あるいは OM でオームって表したんですね。として湧き上がり、支配的になり、ね、静けさが支配的になりというね、全てを圧倒して響き渡るのです。ですから全てを圧倒するからね、ロックの演奏会の音が大音響なんじゃないんですよ。大音響っていうのは弱木なんですよ。だから内と外とかね、大小とかっていう観念がね、どうも人間には分かりにくいっていうかね、分別している人には分かりにくいのね。こういう石鹸ではね、要するにボリューム上げたら大音響っていうでしょ、小さくするとまあ音が小さいっていうでしょ、か細い声とかね、言うでしょ。で、
大和尚になり昭和大になるっていうのはね、ナーダオン聞ける人には分かることなんですけどもね。ナーダオンってまあ聞こえる人と聞こえない人いるし、聞こえても聞こえなくなる人もいるしね。で、外の世界の音じゃなく瞑想してるとどこからかね、キーンとかシーンとかね、あるいは鳥の鳴き声みたいなものとか音が聞こえてくるんですよ。まあ、それらは何かって言ったら、まあ僕の体験からはね、最初はその脳波活動の音でもあり、体内には血流とかリンパ液流れてるので、そういう普段知覚できない音が聞こえてくるんですよ。でフルートのような声とか鳥のさえずりとかいろんなものが聞こえてくるんですが、最後にそれがシンフォニーみたいになってね、なんだ内的な音がね、聞いたこともないような美しいこうシンフォニーとしか言いようがないような音になって、そこになんと不思議なことに雷の音とかね、まあ雷鳴ですね、そういうようなものが聞こえてきて、最初は外の音で邪魔されそうな加速器音なんです。静かな音なんです。キーンとかシーンとかヒューっていうような、それがどん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 大音響になって、それがシンフォニーみたいに聞こえると、もう外の世界の音が聞こえなくなるほど大きな音になるんです。小さな音が一番大きくなってしまうんです。で、いろんなナーダ音聞こえるけれども、その中のね、加速器、一番加速器ナーダ音、小さい音に焦点を合わせていくと、焦点が合うとね、それが一番大きな音に聞こえてくるんです。ですから小さいのが一番大きな音になるんですよ。で、最初に聞こえるナーダ音、いろんなナーダ音の中で大きなものの中の小さいのに焦点を合わせるんです。そうするとそれが一番大きくなるので、最初に聞こえてた大きな音は小さくなって、あとは消えてしまうんです。それと一緒でね、内へ内へって入っていって、セルフと一体になると、それが無限大に拡張してね、その普遍意識だけが唯一の普遍っていうことは、どこまでも広がっている広大無遍の意識だけになるわけなんですね。ですから外とか内とかね、大きいとか小さいっていうのは、どっかで観念がひっくり返っちゃうんですね、瞑想深まっていくと。だからそこまでいかないと、まあこういうマハルシたちが言っていることはなかなかわからないんじゃないかと思うんですけどもね。まあそういうことを、まあライアの体験とかした上でならね、すべてを圧倒して響き渡る弱木って言われても何の言葉はわかるんです。でも普通だと弱木って言ったらロックの音に消されるじゃないとかって、まあそう思っちゃうでしょ。そうではないんですね。私という実在感に注意を集中して、私私という神の名前に絶えず瞑想してさえ、人は思いの出所に導き寄せられて、肉体へひっつくエゴの方がを破壊することができます。まあこれはマハルシの立場から言ったらね、まあ世間の人とお弟子さんとこう話してても、あい私私って思うだけでマハルシはもう完璧に外の世界が消えてしまうようなところにすぐ行っちゃうのでね。そうでしょうが、皆さんがね、私私あいあいって言ったって何も起こんないでしょ。それが違うんですよ。例えば僕がね、目をつむってね、眉間に集中してじーっとしててください、青光見えてきますからって言っても、見える人ちょっとと全然見えない人の方が多いですよ。ですから大抵持ってる人がこうだっていうのとね、大抵ない人がね、その通りやっても一緒になるかっていうと、そうはならないんですね。何度も言うように、あの落合選手がね、三冠を3回取った、何、玉が来たら打てば三冠王になるんだよって言ったら、皆さん玉来て打ったって三冠王になんかならないでしょ。ですから、レベルが違うとね、言葉の意味が違うということですね。威力が違うんですね。思いは手放したら苦痛なくなりますよって言っても、手放せる人にはそうであってもね、手放せない人にはね、手放すっていうことがわかんないわけですから。
マハルシだったらね、私私という神の名前に絶えず瞑想してさえ人は思いの出所に導き寄せられて、肉体へひっつくエゴの方が、ね、自分意識を完璧に破壊することできますよというんですか、そうはならないでしょう。で、米印までの説明は、ラマナ・マハルシが16歳で体験した自己実現、セルフの学習現状以来、常に自覚できていた状態がそのまま下脱しているもので、常に自覚できていた状態、無思考で、あの時には、まあ、呼吸も止まってしまったんですね。それでも私はあるという式、それを常に自覚こう持続できてたっていうことを言ってるわけです。聖典などの記述を話しているわけではありませんっていうことですね。その下から2行目ぐらいでしょうか、訳語の私っていうのはあのダブルクォートでくくってあって、その前に米印ついてるのでちょっと見にくいかもしれませんがね、米印3つじゃないですからね、そこね、米印までの説明はっていうのはその前までの説明はっていうことですね。ですから聖典などの記述を話しているのは、まあ、学者たちね、インドでもたくさんいます、自分の体験がないのにそういうことを言ってる人たちね。日本でもたくさんいるでしょ、天の声とかオウムとかね、究極の下脱天の声なんてね、本当は聞いたことない、したことないのに喋る人たちがいますでしょ。米印からの後の文は、アートマ・ビチャーラの常習者でかなり深まった人には有効な説明でしょうが、普通の人にとってはあまり意味のない教えかもしれません。凡人は私という実在感が何のことか分かりませんし、私って言ったら自分の肉体のこともでしょ、普通が真剣にとらわれていますもんね。で、私私なんてあーやーいと言われても、何が何だか分かんないですね。アイアムだってアイアムだよって言われてもそれも分かんないでしょ。キリスト教の人たちでもね、アイアムだってアイアムなんて旧約聖書に書いても意味分かんないわけですから。まあ、ここで着目していただきたいのは、着目というものが全てを圧倒して響き渡る、ね、無音が響き渡るって言うんだよ。無音が響き渡るね、うん、まあ、そういう世界があるんだっていうことです。そこには現象は何もないんです。光、至福だけ、全てを圧倒して響き渡る無音の至福、ブリスだと思えばありがたいものだなと思うかもしれませんがね。じゃあこれはここまでで。
今度は7月28日ですね。質問、すべては神の意思によって起こるのですか。で、質問者はね、神をどう捉えているかが問題なんですね。自分とは別物だってこの人は思っていると思います。こういうことを聞く人はね、神と自分は別で神の意思によって起こるのですかって、そう聞いてるんだろうと思うんですね。答え、すべてを成就できる神の定めに反して何かを行うことは誰にとっても不可能です。要するに現象源っていうものがあって、まあ、皆さんの自分のね脳辺を考えるならば、その第一脳辺っていうものがあってね、よくわからない無限の広がりなどで点線って書いておきます。そこにね、第二脳辺、第三脳辺が出て、そしてさらに5つの感覚器官が出て、外の世界を認識して、まあ手があって足があってってね思ってるわけです。で、もしこの第一脳辺がなかったら第二第三っていうのはないんですね。ですから、その何によって起こっているかが分かれば、こちらから全部来てるんだっていうことになれば、こちらの起きて、神の意思、セルフの英知がなかったなら、その他のことは起こるわけはないんだっていうことなんです。僕らコンピューター使ったり、皆さん iPod 使ったりしててね。で、電気が来なかったならばね、稼働しないわけです。バッテリーもなくなったらね。ですから、力を送ってくれているものの方が根源的で、送られているものの方、受けているものの方が、まあ、依存、何かに依存してるんですね。で、そのインタービーングっていうのは、何かと何かの関係性で存在、現象していることを言っていますので、じゃあ、すべてが、依存できるものね、依拠できるものは何かって言ったら、たった一つしかないわけなんです。セルフね。あるいは神って言ってももちろんいいですよ。ですから、セルフの意思、あるいは神のパワーがなかったなら、何も起こるわけないじゃないですかってマハリシ言ってるんです。すべてを成就できる神、あるいはセルフの定めに反して何かを行うことは、一体できるでしょうかっていうことですね。ですから、邪悪で欠点の多い妄心のすべての心配や願望を手放して、神のもとで静まるのが最上です。ということで、それをどれぐらいね、着色しないで見れるか、あるいは雑音を混入させないで聞き取れるかっていうことです。例えば、テレビあるいは FM 放送でもね、まあ、音楽を流してくれてると、それで、シーンと静まったところで聞いたらね、流している通りに聞こえると思いますけれども、人がペチャクチャ喋ってたり、車が通ったり、まあ、テレビの隣の部屋にね、息子あるいは娘がいて、ガンガンなんか大きな音楽を鳴らしてるとか言ったら、本当に聞きたいものがなかなか聞こえないわけです。ですから、他が静まればね、っていうのは自分の頭の考え事がなくなれば神の声を聞けるけれども、僕たちはいろんな雑音の方を聞いてるんだろうと思うんです。それはどこから聞こえるかって言ったら、個人的な大発信機からね、考え事が蘇っていろんなものを流しているので、そういう電波障害を起こしてるわけね、僕らの頭ね。こっから電波が来てね、自分の頭がね、さっきのマグナじゃなくね、もろもろの開業サウンドシンフォニーね、開業シンフォニーね、をこう鳴らしてるわけ。だからここでね、セルフからのね、無言のシンフォニーだって聞こえるわけないわけ。これ、ロック音楽みたいなのは、開業ロックをやってるわけですから。ですからこれがね、なくなればね、ストレートに
セルフっていうのが上がってくる。マハルシはそうですね。だからその掟に従ってやればいいんだけども、これをここで変形してね、あれは何よ、これは何よって、まあ自分勝手に解釈してるわけです、人間っていうのはね。アラブとアメリカの戦い見ればわかるでしょ。God bless the United States。キリスト教の神がアメリカを祝福してくれますように。我らのアラーがジハード、聖戦を祝福してくれますようにって、神と神を喧嘩させるわけですから。自分たちの勝手な民族的な刷り込みね、国家的な刷り込みによって神の声を聞こえなくして、勝手にね、神という観念、ゴールとアラーをこうぶつけて喧嘩させてるわけでしょ。ですからこう、歪曲してるわけね。歪曲ね。歪曲、正しからず曲げるね、不正に曲げるわけだから、一にとどまる神、セルフにとどまるっていうのと歪曲では全然違うんですよね。だからほとんどは歪曲なんです。キリスト教、イスラム教、仏教、あるいはヒンズー教といったってみんな歪曲ね。ヒンズー教とネパールあたりのイスラム教ももう寺院の壊し屋とかよくやるでしょ。爆弾テロとかやってるでしょ。神も何もないんだよね。歪曲だけあるのは人類の実験、民族の実験、国家的な実験としての歪曲ね。 PLO とイスラエルもそうでしょ。歪曲の神様同士の争いでしょ。だから歪曲なしでっていうのは静まらないといけないわけね。実験を手放してみたならばね、わかるけども手放そうとしないわけね。自分たちの神が唯一の思考の神だってこう思ってるわけですから。ですから邪悪で欠点の多い妄心、歪曲、もう全ての心配願望を手放して、ね、静まったら、アメリカ人にだってね、イラク、イラン人にとってだって、セルフは一緒ですよ。完璧なマウナっていうのは一緒ですよっていうことです。静まらないからわからないわけね。まあ、戦争っていうのは当然、寛容であって、弱情じゃないですからね。エゴ、自分意識に気づかず、そのくせ何でも自分でしていると思っている人の方が多いのですが、まあエゴに基づいてね、取り仕切って全部俺がやってるなんてこう思ってるわけです。まあ例えば今は問題になってるのが、国土の社長の西武ライオンズとかのオーナーしてた堤さんね、もうワンマンもいいところでみんな恐れてたわけです。ところが、まあね、株に関してどういう問題かよくわかんないけど、なんか良くないことをして、どんどん株は下がって、で、自分が持っていた、この前優勝した西武、あれを売りに出さなきゃいけないってさっきオンラインニュースに出てました。ですから、エゴでやってると、いつかね、頂上まで、現象世界の、ある意味では、マイクロソフトの社長が一番になる前は、ああいうインターネット関連、コンピューター関係が出る前に、堤さんが世界で一番の資産家ってなったんですね。だいぶ前ですけども、その後は IT 関係まで出てきましたが、まあ、経済界でトップに上り詰めた人が、わがままにやりたい放題やってて、いつかバレると今度転落していくでしょ。だいたいおごるものは久しからずでね、まあ平家が源氏によってね打ち倒されて、そして源氏も平家も今ないでしょう。もうね、全てはそのようにね、寛容でこうわーわーって騒がせて注目を浴びるのはいつか消えていくわけなんですね。泡吹くみたいにね。でそういうものが出てくる元は何なのか、そう探求していけば、それがね、
栄枯盛衰ではない永遠の繁栄みたいな永遠の至福、ね、があるわけです。あなたの本性はそれなのですよってマハルシが言ってくれてるわけですね。だから静まるのが最上ですね。ギャーギャー騒ぐんじゃなく静まるのが最上です。ですから皆さん年とともにね静まっていったらいいんで、あれこれ心配せずにね、病気になるんじゃないか死ぬんじゃないかとかね、将来どうやって食べていくんだろうとか心配しないで静まってたらいいっていうことなんですよ。静まる子っていう名前がいいかもしれないね。静まる子供と静まる子ちゃんとかちびまる子とかってなんかあるでしょ。まあじゃあ見たことはないんだけどね。うん、静まる子がいいんじゃないの、名前つけるんだよね。まあ孫ができたら瀬川の下に静まる子って女の子つけてあげたらいいよ。うん、まあダメって言われるとは思いますけれどもね。英語、自分意識に気づかずそのくせ何でも自分でしていると思っている人の方が多いのですが、いつかねそういう人たちは転落するということです。大病したり仕事で行き詰まったりするとやっとエゴに気づき始め、このままではいけないのではないかと考えればいいんだけども、考えないで醜く死んでいく人たちもいるわけですね。そうすると野望が途中でね折れた格好になるので、またやってやろうって、またやって失敗してもうダメだっていうところでやっと頭反ったりなんだりって、まあそういうことになるわけなんだよね。そこまで行ってしまうとやり直すにしてもすでに受けたダメージが大きく、負の財産を背負いながら苦労することになります。どうしてあんなに人柄がいいのに今生苦労するのですか、どうしてあんなにいい人がああいう病気で苦しむのですかっていう質問は聖者方がたくさん受ける質問なんですがね、マハリシはそれに対して今発言しているのは過去のねカルマなんだ、今悪いことしてるわけじゃなく過去にそういうことをしたので今パララブダカルマとして発言してるだけなんだ、だからそれはそれで果たしていけばそれで消えるんだから、淡々とね受容していったらいいっていうことなんですね。皆さんも体でも心でもね、いろいろな苦痛苦悩はあるかと思いますけれども、それは前の結果だからしょうがないんだし、でそれを解消するには抵抗するんじゃなく果たしていくんですね。だから五十肩で肩が痛くなったとかね、股関節痛くなったとか言ったら、その苦痛を受容することによって前にした無理のたたりが消えていくっていうか、まあ宿題がねなくなっていくわけなんですね。ですからなるべく自然に任せてね、外科的なことは別ですよ、交通事故でその足切断しなきゃないとかそういう場合には切断したらいいんですけれども、内臓の病気とかね、あるいは心の苦悩とかね、そういうものはなるべく放っておいてあまり感知しないのが一番いいんですよ。そうすると業が果たされていくんです。それを漢方であろうがね、東洋医学であろうが西洋医学であろうが、薬飲んだりそれから治療したりするとその時一時的には良くなります、しこり取れたりとか。でも原因が残ってるのでまた同じことになるんです。で自然にって今までの体の使い方、心の持ち方でできてしまった苦痛苦悩はね、なるべく感知しないようにすればセルフがうまいことね解決してくれるんですよ。でもう今生はねダメだっていうところで息を引き取ってくれるわけですから、任せておいたらいいんですね。だから僕に、まあ浩二さんでもね治療してあげましょうかどうのこうのって他の人でも言うけども、 いえ結構ですって全部断ってきたんです。なぜならその時にしてもらうと楽になるだろうけれども、後で余計ね宿題が大きくなるので、その時辛抱するのが一番賢明なんですよ。まあ、一般の人はできないので病院に行ったりね、治療師に頼んだり薬飲んだり一時しのぎをするわけなんですがね、一時しのぎは結局長い目で見ると何もなりませんのでね、できることなら深手を負う前にエゴ自分意識に気づき、なるべく早めにエゴ自分意識の解消に向かい、神の下で静まる生き方に、神の下でっていうのはとってね静まるでいいと思う、静まる生き方に順応したいものですということでね、静まる子ちゃんになりましょうということですね。もう一つぐらいいけるでしょうかね。
宇宙の最高位の創造主である人格神イーシュワラは実際に存在しますが、それも真理を隠知せず、ジーバ個的生命の実在を信じる人たちの相対観念からしたらそうであるにすぎません。絶対真理の立場からは、聖賢は、ルシは、唯一無形の非人格的セルフの実在だけしか受容できません。例えば、ラーマ・クリシュナですと、カーリー・シンですね。で、まあ、ガンジーの場合には、ラーマ、シュリー・ラーマを人格神に立てていたわけですね。で、マハルシの場合には最初から人格神ゼロなんですね。まあ、なかなか珍しいんですけどもね。で、イーシュバラって何かって言ったら、その、現象世界が現れた時にしか存在しないので、もう何もない、無形ね、セルフ、何もない、セルフがあって、そこに、まあ、宇宙の愛っていうマハッっていうのがね、大、マハッ、あ、大文字で書いてます。何もないところにね、マハッ。これは宇宙画とも言われるけど、仏教用語では大って訳してるんですがね。大。まあ宇宙画、隠して宇宙画って書いておいたらいいかもしれません。現れた未権限に対して権限っていうのがあるでしょ。現れたもの。その時に最初に現れるのが宇宙の私、愛っていうのね。その子分が我々、エゴね。パーソナルなエゴね。で、現象が現れると、そこには原理があるわけですね。原理。原理です。これをタットバって言います。タットバ。TATTVA、タットバ。そうすると、このタットバを支配しているものを人間は存在、想像したいわけなんです。それに対して、イーシュバラシン、自在種、自在に操っている方ってこう見るわけなんですね。ですから、現象があればイーシュバラはあるんですよ。でも、マハルシたちみたいにね、この宇宙が愛さえなくて、現象、もうセルフと離れてはない、あるいはセルフだけっていう三枚に定まっていれば、イーシュバラすらないわけなんですね。まあ、そういうことを頭に置いておくと、宇宙の最高位の創造、宇宙のですよ。セルフじゃないですよ。宇宙の最高位の創造主である人格神、イーシュバラは、要するに宇宙原理を司っているイーシュバラは、あるいはカルマの法則を分配しているイーシュバラは、現象世界と共には実際に存在しますが、それも真理を隠知せず、ジーバの実在を信じる人たちの相対観念からしたらそうなんだけれども、絶対真理、現象というものはないんだ。あるのはセルフだけなんだ。というセルフアバイダンス、マハルシみたいな。の立場からは、唯一無形の非人格的セルフがあるだけで、人格化されたイーシュバラとかね、ラーマシンとかね、カーリーシンとか、そんなものは個人の創造だということです。まあそういうものを人間はありがたがるのでね、マリア様をありがたがり、イエス・キリスト様をありがたがりね、阿弥陀様、観音様はありがたがりって、そういう信仰ができるんですね。自分とは別にして何か依存したいんですね。自分と共にあるセルフは分かんないもんですからね。自分より高位の人格化したものがあると拝みやすいんですよ。神社に行ってポンポンとやったりね。うん。そういうことです。人間は言葉、身振り、表情などの伝達手段を持っていますが、それらは名と形、ナーマルーパの範疇で、イーシュバラって言ったらそれは名前でしょ。うん、無名、無形の情報を送信、受信することはできません。皆さんメールでね、無形の情報を送れますか？メール送ったら必ず文字があるでしょ、情報が。
無形のものはやり取りできないんですよ。形があるものだけやり取りできるんですね。ですからセルフっていうのはやり取りできるようなものではないっていうのはわかるでしょ。無名無形の情報を送受信することはできません。ですからね、私にセルフのお恵みを、マスターのね、グレイス、恩寵をって言ったって、それはやり取りできないものをおねだりしてるだけですから、無理な話なんです。やり取りできないものをくれって言ったって、それはしょうがないのね。無名無形の情報、実在を受信するにはマウナ、同じレベルのマウナ、ノーシンキングですね、に入るより他はなく、それを送信伝達できるのは真実在と一体になった聖剣のマウナ着目のパワーだけなので、マハリシはいつでもダクシナームールティという聖者ね、まあシバ神の化身ですが、に妖人たちがね、教えを求めにやってきた時に、ただ黙って静かに三昧状態に着目のサマーディだねに入ってたんですね。マウナサマーディに入ってたわけです。で非常に成熟した妖人たちでしたから、彼らも一緒にそばに座って弱目を保ってサマーディになって、それで異心伝心ね、セルフを各地できた。それを非常にマハルシは称えてるわけですね。教えるっていうのはそういうことなんだって、弱目で教えるんだって、じーっと黙ってて。それができないのでこういう言葉を使うわけです。普通は静まることとか非人格性ね、人格がないことに価値観を見出さない人たちが講習会にやってきます。あるいは体シェイプアップね、ヨーガバッタかなんかに憧れる人たちがやってくるでしょ、だからそのレベルに合わせて体操を教えたりね、呼吸法を教えたりね、クリアを教えたりするわけですが、クリアの行き先はザーラナ格束で思いを手放して一点集中、セルフと一体でそれだけですので、最初からそこを目指すならば体操も呼吸法もいらないし、でいろいろな知性を磨くことはどういう目的があるのかっていうことで、マハラシがねトークスの中で繰り返しいろいろなことを学ぶ、あるいは遊ぶね、経験する、それは私は誰かという問題に直面するのに成熟するまでの、まあ、過程なんだって言ってますでしょ。いろんな苦悩を味わったりね、苦痛を体験したりで幸福を求める、そういうふうになるためにだけいろんな聖典を読んだりいろんな講習会に行ったりしてね、結局何をやるかって言ったら不安はないね、私は誰かに直面するためだけなんだっていうことで、皆さん14年に関わってくれたのも、私は誰かっていうのが唯一の問題なんだっていうことを確認するためだけにだけね、あったわけです。これで、まあ、講習会はここで終わってもいいんで、明日なくてもいいんで、結論はそういうことです。だから最初の講習会でセルフリアライゼーションと出したわけなんです。あと八大人格をやったんです。八大人格はね、まあ正崎さんがビデオ撮ってくれたんだけど、ちょっと仕上げれるような状態じゃなかったんでしょう、おそらくね。で仕上がらなかったんです。でしょうがないからハイパーカードで作り変えた時にもう一度講習会やって録音を撮ったんですね。それが今聞ける録音で、通り院の時のはクリックしても出てきません。まあ読めばだいたいわかると思いますから、ギーターとね、ヨガスートラと八大人格の教えは何も違わないんだっていうことで、それも何のためにその行弱情をね、小欲知足とか凡小人とかあるのかって言ったら、最後の不敬論っていうのは、敬論は議論することです。議論はセンキングです。考え事と考え事のまあ戦いみたいなもんですね。こっちも静まる、あっちも静まる、それが不可論ですね。ですからこのようにね、質問、マハリシに対していろんな質問があって答えるっていうのは、まあ不可論ではなく、マハリシは不可論者なんですよ。でもそこに不可論者に対して、ケロン者がやってくるとね、
ケロンジャがやってくるといろんなこと答えてあげなきゃないでしょ。その人のレベルに合わせて、マハルシ何とか言ってます。答えっていうのはレベルに応じて与えてるだけのものでってね。だから究極の答えはそのダクシナームルティ、聖者のように弱目であることだね。それだけ。ですから僕らが初期の時代にはね、体操をね、一緒にやったりね、クリアやったり、どうのこうのっていうのは、今から見ると寛容の世界なんですよ。いろんなこと、あれもやり、これもやりってね。で、だんだんマハルシにこう絞られてきたでしょ。初日だけちょっとね、岩井さんのホームページ見たり、安井さんの感想文見たりしますが、あとはマハルシのことしかない。で、マハルシの推しが、何度も言いますが、空は無愛だけなんです。私は誰か。人じゃなく私は誰か。自分は誰か。それだけ。でもすぐ忘れるから、何度でも何度でもマハルシのね、呼んだらいいんですよ。不安の愛から離れないために、マハルシを聖典独自していったらいいんですよ。ティク・ナット・ハン先生やイーシュバラン先生の本一から読んでもね、インタビングの方が多くて、私は誰かになかなか来ないんですよ。あるいは永遠に来ないかもしれない、仏教の場合にはね。イーシュバラン先生はそうでもないんですけどもね。あの方はアメリカ人に合わせてああいうプログラムを考えたもんですからね。その体操までは落とさなかったけれども、発展プログラム云々っていうのは、世話しないアメリカ人たちに対してね、スローダウンって言ったんです。マハルシたちにスローダウンって言ったわけじゃないですからね。とにかくやっかましい、弱かましいアメリカ人に対してね、スローウィングダウンっていうことを組み入れて発展プログラムを教えたんです。ということで、ここは終わりですが、今日はここまでですね。何かご質問ありますか。Who am I にどう、ね、取り組むのかで何か分かんないことあれば、今のうちに何をしたらいいのかっていうことに、ね、岩井さん特にないですか、はい、うん、アーナーパーマサピからアートナルチアライ、呼吸瞑想法から私は誰かへ、それが全ての人にとっての道ですから。ではここまでにしておきます。お疲れ様でした。Thank you.
7月30日のところ、イーシュワラは身体、ナと形を持っていますが、物質界の肉体のように粗雑なものではありません。イーシュワラの体は信者に創造された姿で、まあ、阿弥陀様って本当にいるんですかとか、どういう格好をしてるんですかとか質問されるので、まあ何がしかの指導者がですね、絵描いてみせたりね、あるいは絵師と言われる人たちに浄土を描かせたりって、でそういうものを寺院に飾って、それが伝統として伝わってくると、阿弥陀様っていうのはああいう姿なんですよ、イーシュワラ神、自在神っていうのはこういう姿なんですよ、弁天様っていうのはこういう姿なんですよ、サラスワティっていうのは弁天様になったんですよ、日本ではね、そういう姿なんですよってなったことな、なったんだけれども、本来はね、名も形もないところから勝手に創造されただけですので、信者に創造された、作られたっていうことは空想されたっていうのと一緒ですね。ですから創造、クリエーションはイマジネーションなんだって、これも何でも言いますけどもね。ビジョン、原始、霊視においてすら見られます。例えばプンジャ人がクリシュナ神道を実際に戯れてたとかね、これはマハルシも言ってますけども、日中にねしょっちゅう考えていることはまぶたの母みたいになるわけです。いつでも会ってる人とか、目閉じても、中村さん目閉じても旦那さんの姿っていうのはまぶたの裏に浮かぶでしょ。全然浮かばない。ああ、それは、まあ、録音加藤さん送ってやらなきゃいけない瀬川さんでも子供目つむっても大体イメージ浮かぶでしょ。それはしょっちゅう見てるからなんですよ。で、皆さんが会ったことのない人をイメージしてみてって言われたってイメージできないんです。ですから、イメージできるっていうのはね、絵でも写真でも実物でも見たことがある。あるいは声なら聞いたことがある。感触なら触ったことがある。そういうことですね。ですから、相手は知らなくてこっちが知っていることをね、相手に呼び起こすためにはね、まあ、例えば、イーシュワラをこのように描いてみせようとか、天国をこのように描いてみせようとかね、自分の方で作ったイメージをね、相手の五感を通じて入力できるように工夫してやんなきゃならないわけ。で、工夫したものを受け取る方がね、そういうもんだなって思ってしまった時にもうすでに間違ってるわけ。だいたい名と形がないものを名と形があるものに置き換えて見せてるわけですから、それでシンボルの信仰が始まるわけね。偶像神の信仰が始まるわけ。ゴータマ・ブッダやイエス・キリストがあのようだったかどうだか、それははっきりはわからないわけですね。特にイエス・キリストなんかはね、背が高かったっていう説もあるし、小男で不細工だったっていう説もあるし、どっちかわかんないわけですよ。でも信者にとっては美しい方がいいから、だいたいイエス・キリストはハンサムに描いてあって、マリア様は、ね、優しい美しい女性に描いてあるし、でそういうものにこう憧れさせて何かを乗り越えさせようと思う工夫なんですね。デバイス、工夫、手段に過ぎないんですね。ですからそういうものにね、こだわっている間、ナと形、ナーマルーパにこだわっている間は究極の実在を知ることはできないっていうことですね。で、あまりにもそれが普段こう思ってるだけじゃなく、夢にも現れて、夢に現れるだけじゃなく日中にもこう現れてってそうなると実在と勘違いされるわけね。ですからプンジャジーたちみたいに強烈な集中力を持っている人は、夢で見るだけじゃなく日中でもクリシュナをあたかもそこにいるようにね、自分と同じレベルでいるように近くできるまでに、まあ、活動できるわけなんですね。実際にラーマ神を見る人たちもいるしね。でも
現れたり消えたりするのは実在ではないっていう、まあ、ハルシのね、ナプンジャに言ったことを忘れないでくださいね。まあ、安福さんたちなんかバカにされやすいだろうと思うんですがね、そういうのにまたね、見えたとするとね、もう、それが本物だって思うだろうと思うんですよ、おそらくね。紙の姿と名前は多種多様で、これは一人一人のエゴにね、まあ、プリズムみたいなものに反映されて、クリシュナ神ってこういうのよ、いやこうなんですよって、それぞれの実家のね、あのエゴの塊みたいなのにこう真理の光が当たるようなものですから、反射され方は千差万別なんです。ですから皆さんはある人を知ってると思っても見方は千差万別。例えば瀬川さん、岩井さん、安福様か澤田先生知ってると思いますが、澤田先生ってああいう人なのよねって大体話し合って一緒になってもね、詳しく300ページずつちょっと論文書いて、あと似顔絵も下手くそでいいから書いてみてっていうと、まるっきり違うんですよ。ですから一人一人ね、自分の見たいように見てるっていうことです。自分が捉えたいように捉えてるだけでね。瀬川さんと安福さんと岩井さんがね、澤田先生とはどういう人かってタイトルで書いたとしてごらんなさい。原稿用紙何枚かに。で、似顔絵描いてみてって言うと、似てても全然違うと思うんです、やっぱり。で、80何歳の頃の澤田先生のイメージが強い人と、60歳ぐらい、熊谷さんたちみたいにね、60歳代の澤田先生を知っている人たちでは、また印象が違うわけなんです。ですから、皆さんが、sensing and thinking ね、感覚器官を用いて感受し、それを判断している。sensing and thinking っていうのは、各人各様なんです。千差万別、各人各様なんです。ですから、それは真理ではないんです。個人的な捉え方に過ぎないんです。パーソナルに過ぎないんですね。ですから皆さんが見ている世界もパーソナルな世界なんですよ。真実在を見てるんじゃないんですよ。我が世界を見てるだけなんですよ。だから冷静にね、あなたの我が世界どう？ってエリちゃん旦那さんに聞いてね、前川さんがね、お前の我が世界はどうだって言うと違うなって、違って当たり前だから、違うからって喧嘩するしかないで。違うと喧嘩するんだよね、人間っていうのはね。違うと腹立てたりね、なんかするんだよ。違って当たり前なんだよ。だってレンズが違うんだから。うん、一人一人のレンズが違うんだから。反射体が違うのでね。各宗教で神の姿と名前は、多種多様で各宗教で異なります。各宗教でっていうよりもう一人一人違うっていうことですね。これはね、各宗教って言ったって、キリスト教って言ったっていろんな宗派があって全然別なんだよね。しかし真実在セルフは唯一無形であって、ですから異ならないものがあるって言うんですね。現象世界は全部異なるんです。捉えられ方によってね、違うんですが、ということはね、真実在サツっていうのは感覚器官やシンキングを用いないということです。感覚器官や思考を用いて認識されるものではないということなんです。ですから普通の人にはわからないわけね。分別っていうのは分けて分かることですから、分けては分からないものが真実在なので、分ける頭では分からないということになるわけです。分けないんですね。考えないんですね。考えなくてどうやって分かるんですかっていうのは、考えに侵された現代人の病ですね。ガンジーが言ってるように、考えなくても生命活動が勝手になされていくんだって、それが本当ですね。皆さん考えなくても熟眠して皆さんの生命を維持してるんですよ。寝るけども、おい呼吸してるよって言いますか。
そんなことしなくてもね、血液は巡って熟認してるって考えなくたって、血液やリンパ液循環してるんですよ。呼吸もしてるんですよ。だから考える異常のものが生命なんですよ。全部考えて皆さん朝食食べたでしょ。おい、もっと早く消化吸収しようとかって言ったって、そういかないような世界があるんですよ。まあ、自律神経の世界。ね。自律。自分で律せられる神経、髪の通り道が皆さんあるんですよ、皆さんには。律せられてるんですよ。自分で律してるんじゃないんだよ。自動的にね、律せられている髪のエネルギーの通り道、自律神経があるんですよ。その上で随意神経とか、こうしようとかって僕ら自由な部分をちょこっと持ってるわけね。自由な部分の方が少ないんですよ。こうしようって思ってできるのっていうのはごく一部だから。真実在セルフは唯一無形であって、ですから唯一なものは無形であり、無形なものが唯一なんだっていうことでね、形があるものは僕たちがセンシング&シンキングで形があると識別できるものは唯一じゃなく他でしょ、たくさんあるでしょ。神の本質は私たちの本質と同じです、セルフです。ですから神とか私たちとかそういうふうに言葉で分かれるもの、ラベル別々につけられるものは信用できないっていうことです。頭で作られた。クリエーションイコールイマジネーションに過ぎないっていうことです。したがって神が示すあれこれの姿は信者たちの想像、ね、による外観に過ぎません。外観っていうとまた勘違いされるけども、アピアランスね、アピア、現れてしまったものは現れてないもの、未権限か何か現れたもので、それは現れたものはまた消えるので真実在ではないってことです。現象だっていうことですね。現象っていうのは現れた姿っていう意味ですね。イーシュバラは誰にも、そして宇宙のどんな物体にも内在しています。イーシュバラっていうのは昨日言ったように現れた現象を自在に司るお方ですから、何もないところから無形から現れた時の一番偉い人なので、最高神とも言われるわけですね。現象世界では最高神なんです。ですからイーシュバラは誰にも、そして宇宙のどんな物体にも内在していますっていうから、僕らは僕らの自律神経もイーシュバラによって律せられているってこう言えるわけですね。イーシュバラ、万物万世万象、万物すべて、そして生き物、物って書いておいたのは鉱物とかそういうものもあるから全部のことです。万物万象の全体は神という概念を構成します。まあ自分よりもより高次なものがあるっていうのは誰でも、まあ、おそらくね否定はしないんだろうと思うんです。自分の意思の力で何でもできるって言っても、あなたはどうやって生まれてきたんですかって言われると、自分の力で生まれてきたって言えないもんですからね。私にできないことはないって言ったって、あなたは太陽を隠せますかって言ったら、そんなことできないんだから、自分より高次の力があるっていうのはちょっと理性働かされば、ね、分かることだと思うんですけど、ね、この宇宙、全宇宙になったパワーの小断片があり、全宇宙のパワーって言ったらイシュバラのパワーで、例えばこういう地球を回転させて、地球を太陽の周りね公転させて、それで太陽系全体がまたある中心を回って、その銀河系がまた銀河系の中心を回ってるって、そういうようなことを全て司っているイーシュバラ、パワーの力、パワーがあり、その小断片が我々にもあるわけなんです。まあ宇宙をマクロコスモって言って、人間をねミクロコスモっていうようにね。で、宇宙の原理、
の一部が我々人間にもね、組み込まれているっていうことですね。肉体を持った我々にも組み込まれているっていうことです。ですから宇宙あるいは自然と我々の作用ね、体の働きとか心の思いとか、それが一致していればストレスがかからないので幸せだけれども、外れれば外れるほど、あの自然の法則から人間の人為的な、ね、考えが食い違えば食い違うほど病気になり苦悩が生じるわけですね。ですから人間が持っているような精神病的な病っていうのは普通ペットじゃない野生の動物の世界にはありません。食べ物がないと困るだけでね、里に熊が出てきたりするけれどもね、だからなるべくあの自然を観察してそれと同じようにね生きていけばいいっていうことなんですね。それ以外のパワーは未使用のまま保存されています。ですから人間で能力ない人もいれば自然の力を大いに取り入れて、まあちょっと凡人にはできないようないろんな力とか知性とか持っている人たちいますね。個人差が出てくるわけです。どれぐらい取り入れることができるかによって差が出てくるわけです。まあ受容力の差ですね。テレビでもまあ普通の放送しか見れない受信機装置もあれば BS とか CS とか見れるのもあれば、デジタル放送ハイビジョンなどを受信できるテレビとアンテナ持ってる設備もあるし、そこで差が出てきますよね。だからある意味ではね、ドーピングとか言われてるけども、あれジョンソン、ベン・ジョンソンっていうのがいつか9秒なんぼですごい記録出した時、昔ね、カナダの選手です、3回ぐらい前のオリンピックですとかね、あの時のことを僕ニュースレターに書いてあのノアルヨガ生活にも載ってるけれども、みんなその薬物疑惑を非難したんだけれども、僕が興味持ったのはね、そのホルモンを有効に働かすことによって普通の人間が成し得ない潜在的力を引き出せるということなんですね。もちろんスポーツっていうのはルールあっての競技ですから、金メダルは薬物を使わない人がもらうべきなんですがね、そうじゃなく化学物質をうまく使って人間のホルモンを刺激して持っている可能性を引き出すと、まだまだ人間にはいろんなことができるって僕はあの時思ってたのね。だから薬物を使うことに賛成ではないんですが、隠されている能力をこう引き出すっていうことでは化学物質とホルモンの関係っていうのは見ていったらいいと思うんですね。でそれを薬物に弱らずにやるのがクリアヨガとかなんですよね。で僕はあのハタヨガの竜の、まあ、ダイナミックなプラナヤマとかクリアとダーラナ獲得やったおかげでね、いろんな霊視霊長できるようになったんです。薬物使ってもできるんですよ。沢田先生なんかも LSD 使って、学者たち何人かでね、石野監督とも監督のもとに LSD とか使ってシャワー話してどういう現象起きるかって、沢田先生は竜を見たとか言ってますがね、僕の場合にはそういう薬物使わないで、まあ、沢田先生よりずっと超霊視とか霊長できるようになったんですけどもね、それはプラナーヤマ、激しいプラナーヤマとか普段みんながしないようなクリアヨガとかやると、神経組織とホルモン分泌にものすごい影響を与えるわけなんですね。すると普段は発揮されないような能力が内から出てくるわけなんですね。そういう意味ではね、薬物っていうと言葉悪いけども、まあ全部化学物質ですから、化学物質とホルモン並びに神経系統のにこう超常能力をもたらすということでは面白いと思うんですよ。それをごく何も使わないでやるわけですから、ハタヨガとかね、クリアヨガとか、
そういうのをやることによってね、僕は夜中に寝てて全くの熟眠状態からパッと目が覚める前に明るく朝日みたいなのが昇ってくるんですね、日が。で、ああ明け方になったと思ってこう起きるでしょ、寝てて起きるでしょ、すると周り真っ暗なんですね。真っ暗の中にもその昇ってきた光見えてるので、これは何だと思ってもう一回目閉じても光見えてるんですね。で、これは何だって思った時が僕のスバルーパー、私意識が出た時です。で、睡眠中に、睡眠から突然ね目覚める時に、その出てきた朝日みたいな光、真っ暗なのにものすごい明るくなるんですね。外の世界より明るくなるんです。それがアルーパ、形のない光です。だから僕はハタヨガとかね、クリアヨガやったおかげでマハルシが言っているその私意識が入る前のアルーパっていう光の状態とかね、で、そこにスバルーパ、自分意識が入って、あ、まだね、夜が明けたわけじゃなく、そういう光が見えただけなんだっていう通常の意識、ジオティとかってわかるんです。それは1980年代にね体験してたことなんですけども、だからそういう意味ではハタヨガとかクリアヨガによって皆さん霊視霊聴とか能力出るところまでいかなかったので、マハルシの言ってることもわからないんだろうと思うんですね。ですからアートマビチャーの前にラージャヨガがあって、その前にねハタヨガとかクリアヨガがあって、そういう修行、まあ基礎工事ですね、段階的にやっていかないと、マハルシのね分だけで憧れてもね、先般柳田さんという方が78歳ですか亡くなられたけど、日本ラマナ教会のね、修行しないでラマナマハルシに憧れただけでは何もわからないんですね。ですから皆さんにもそれは言えることでね、このパワーね、ここ見てください、全宇宙にあったパワーの小断片が皆さんにもあるんです。少々断片が少々あるわけですね。それをね、もっとパワーアップしていけばね、その普通の人間には見れない聞こえないようなことを知覚して、マハルシが言っていたアルーパ、スバルーパ、ジオティとか、そういうこともまあ僕の場合確定しないのが未熟なところなんですが、マハルシが言っていることを実際に自分で確認はしてきたんです。ですからそういうパワーアップができるということなんですね。それは薬物使ってもできるけども、究極的な三昧には至らないで、その前に廃人になってしまいます、薬物中毒で。だからそれは進められないんですね。ですから呼吸法とかね、意識の巡らしとかダーラナとか、そういう自然のプログラムに反しない行法でやっていくわけなんですね。この保存されている未権限のパワーという物質世界として権限したパワーの両方でイーシュバラを構成します。まあこれはどうでもいいんですけれども、そのイーシュバラ、現象世界での原理っていうものを知りたいと思ったら、やっぱりハタヨガとかクリアヨガとか、一般の人にはそういうのが必要だっていうことで、マハルシが言っていることはとてもアルーパ、無形の光、スバルーパ、それ自身の光、ジオティ、ね、セコー、セコーっていうのは世間の光ね。ジオティ。仏教に世間の光っていう言葉ありますが、世間の光。みんなが知ってるのはこの世間の光だけどね。こういう感覚、センシングの世界の光だけどね。で、これだけではスバルーパもね、自身の光も私という光も、ましてやアルーパ、セルフがその私という意識を持つ前の最初の光、最初に発出する光もわからないというね。で、まあ皆さんもはこう考えたりは、太陽があるでしょ。で、太陽から光線が出るでしょ。ちょっと光線っていうのはどこまでもずっと遠くまで行っちゃうでしょ。戻ってくるのが難しいでしょ。で、皆さんが個人意識でも戻るのが難しい世界にまで実家で読まれているけれども、
皆さんは光線である限りね、光の子である限り太陽から出てきたんですよ。どのような光線だってね、日光だって太陽から出てきてるんですよ。だから元に戻っていけば、太陽に収まれば光という現象なんですよ。日光という現象なんですよ。太陽があるだけでね。だから皆さんは光の子なんだけれども、その光そのものに戻れないっていうかね、アートマビチャラ、エコー変象とか、外に外にってこう向かって活動してきたもんですからね。今でも何か求めるっていうと外でしょ。大体は土地とか家とかね、青いテントとか全部外にあるんですよ。うちじゃないんだから。だからうちにって戻るためには、さっきちょっとお見せしましたヨガバスイーティのトップページにあるマハルシの、図解と有意識のね、並べてある図解、それでどうやってこの光源ね、現象に対して現象源、日光だったら光源、太陽そのものに戻るかって、それが修行です。進んでいくのは簡単な、どこまでもただ遠くに行けばいいだけの話ですから、戻るのが難しいんですね。行きはよいよい、帰りは怖いってあるでしょ。わらべ歌にね、行きはよいよいって、どこまでも出て行って途中でぶっ倒れて、そこからまた続きでまたさらに遠くに行ってって戻れなくなっちゃうんですよ。帰りは怖いっていうのは帰りは難しいっていう意味ですね。ヒントの方ね、イーシュバラの定義は聖典により、また聖典によりまちまちですが、ラマナ・マハルシの説明はユニークで、宇宙、ユニバースという言葉から人がどういうものをイメージするかはおそらく様々でしょうが、いずれにせよ顕現した宇宙にはその種子ビージャ、あるいは太陽にがあり、そのパワーは未顕現のパワーに比べたらごく一部に過ぎないとラマナ・マハルシは言います。まあ、例えば発電所のね、高電圧は家庭に来る、まあ、電気電圧に比べたら例えようもないっていうのと一緒です。電圧をどんどん下げて下げて家庭に来て、電気つけたら夜にね、ああ明るいっていうわけなんですね。それは発電所のね、電圧からしたら非常にお粗末っていうか未熟っていうか、性能の低いものなんですよ。でも発電所の方にこう戻っていく努力って誰もしないでしょ。家庭でいろんなの使うだけで、どっから来てるんだろうってね、調べる人ってまずいないですよ。まあ学校の社会の授業で見学に行くとかって、そういうことはあってもね、小学生でもマシかね、電気に関しては。見学とかに行くからね、社会見学と称してね、どのように印刷されてるかなって新聞社に行ったりなんだりって言って、子供だけじゃなく老人会でもしょっちゅうね、年寄りたちね、退屈させないために社会見学と称してバスね、チャーターしてね、あちこちに行って、見てもわかんないけども、あそこのお茶美味しかったなとかって食べてきた話するね、家内の母たちあちこち連れて行ってもらうでしょ、老人たちね、社会福祉協議会でさ、いろんなところ見学させるんですよ。それ以上ボケないように。何見てきたかは分かんないわけね。この前、家内の姉が大阪の方まで行って、20何人のマイクロバスで借りて、一人付き添いでっていうのがあったらしいけど、何見てきたのか知らない。感激っていうのね、劇を見るんだってね。見て分かんのかねって言ったら、弁当持って行ったよとか言うから、弁当食べてきたかって言ったら、さあ、食べる時間なくて、入る前にね、食べようと思ったら、今は劇見ながら食べてダメなんだってね。昔はよく食べながら見ようとかなんとかってやってたでしょ。で、腹空いたけども、こうやって居眠りしてたって言ってたから、劇も見てこないで、バスに乗って行って帰ってきただけだね、多分。子供とお年寄りはね、社会見学僕らよりたくさんしてると思うけどね。で、僕らは何の見学をしなきゃないかっていうとですね、頭の見学をしてね、元に戻る。その思考電流、考える電流はどこから来ているのかって発電所を見なきゃないわけですよ。発電所ね。
皆さんの考えが活動チッタブリッティだとするならっていう理想ですけども、それを電気に例えるならね、高校と照ってるのは頭第6式ですが、その電力は第8式の方が来てるわけですからね、電力源をね探さなきゃいけないわけね、どこから来てるんだろうってね。人類の科学は権限した宇宙を対象としたり、その中での限定された対象の研究応用ですので、現れたものについてどうこうするのが分別科学の世界です。未権限のパワーを含むイーシュバラを知ることはできません。ましてやイーシュバラはもう声、それを荒らしめるセルフを各地現状することは叶いませんということで、方向性の問題ね。太陽と日光の関係でね、出っ放しでは太陽そのものになることはできないということですね。まあ、イーシュバラに限らず他の宗教ならば、イーシュバラが大体はキリスト教徒たちのゴッドに当たるんです。セルフじゃなくゴッド。マハルシが言うのはイーシュバラとね、ジーバ、個人と世界、老化ね、いいですか。世界、まあ自分からいくとジーバ、私ね、コテキ生命、そしてそれが認識していると思っているローカ、LOKA、 世界、ローカ、LOKA、 世界があるでしょ。で、世界とね、ローカとジーバを作ったものがあるはずだっていうことで、イーシュバラ、神様を設定するわけ。うん、でもそれらはいずれもね、セルフあってのイーシュバラ、ローカ、ジーバ、神様、世界、個人であって、セルフを離れてありえないんです。ですからセルフが最上位なんだけども、それがわからないので、キリスト教の方ではゴッド、神様、神がこの世界を作った、そして私は個人としてあるっていうことで、それらはいずれも実在ではありませんって、マハルシ、キリスト教のね、神、世界、人をも否定するわけ。そうすると、キリスト教の人たちは分かんなくなるわけね、何をなんだかね。で、ヒンズー教を否定するわけ。分かんないと大体否定するんです。だから、ヨーガとキリスト教を一緒にやってますって、その野村さんの旦那さんみたいに混乱するわけね。その全体生命セルフっていうのはね、その他に神様がいるんですねって頭で考えるでしょ。何なのか分からないわけね。何をあんた言ってるんですかって言われても説明できないでしょ。その他に神様がいるんですねって、まあまさに今他ですね、それは。さあ次に行きましょうか。
リーシュヴァラの存在は、人がリーシュヴァラをどう思い描くか。リーシュヴァラは神って思ってくださっても結構ですがね、神をどう思い描くかの観念を抱くのに応じて、その姿が原始、霊視されて認識されます。あるいは画像などを見てそのように思いますということですね。ですから、イーシュヴァラ、神の概念が誰にとってのものなのかをまず最初に知るべきでしょう。ですから、キリスト教、アメリカとね、イラクが戦争するという時でもね、ゴッドとそれからアッラー、それぞれの定義をね、賢人会議をやったらいいんだな、集まって5人ぐらいだけ集まってね、我々が思う神とはこのようなものです、我々が思うアッラーとはこのようなものです、共通点と相違点を、ね、探しましょう、相違点ばっかりですから、では回線をしましょうって、そうやって落ち着いて戦争を始めたらいいんだけど、突然もう空爆始めるもんだからね。概念はそれを抱く人に応じての内容でしかないでしょう。概念というのは皆さんが考えることです。考えること、一人一人違いますので、相手と似たようなものがあってもそれは似ているというだけでね、すっかり一緒っていうことはありえません。光の反射がね、すっかり一緒っていうことはないんです。太陽の光が何かに当たって似てるのもあるでしょう。でも反射する物体が微妙に一つずつ違うわけですから、全部一緒っていうことはないんです。ですから皆さんは反射物体みたいなもんですから、セルフが皆さんに当たると加藤さんになり、安田さんになり、中村さんになり、エリちゃんになり、エツセトラなんですよ。だから一人一人違って当たり前なんですね。みんな違ってみんないい、みんなセルフだからっていうことです。みすずさんっていう人はいいこと言ったと思うな。みんな違ってみんないいね。みんな違うから喧嘩する、戦争する、それでは困るわけですね。ですから概念、皆さんが抱く概念、考えはそれを抱く人、つまり皆さんに応じての内容であるけれども、マハリシは内容でしかないでしょって言ってるんですよ。ただそれだけのことだって言ってるんですよ。何の価値もないって言ってるんですよ。反射光には何の価値もないって言ってるんですよ。私は誰かを解決すれば、イーシュヴァラとは何かなどの他の問題はおのずと解決されるでしょう。セルフを確知すれば、神とか世界とか個人とかそんな問題はなくなるんだから解決される。ないんです、解決される。セルフと別にあるものではなく、セルフから出てきた蜃気楼みたいなものです。イーシュヴァラ、神、創造主、何らかの人格心は、去るべきってあるけど、去らせるべき非実在の姿としては最後のものです。まあ、去らせるべき非実在の姿、ね、僕たちが私はなと思ってるのは、これは去らせるべき観念なんですね。去らせるべき観念、私の考えではっていうのは、あなたの考えでなくていいんですっていうことです。っていうより考えなくてもいいんですっていうことなんですね。絶対的実在セルフだけが真実の在なのです。ですから、世界だけではなく、エゴだけではなく、イーシュヴァラのような人格心もまた非実在なのです。ですから神というのは観念なんだっていうことね。自分意識とか、その自分意識が考えた神とか、確知したのでない限り、どんな神様であろうと、それは非実在なのだっていうことですね。だから実在か非実在かね、それだけの問題ですね。さてかさて、さてなし
真実在、アサッが非実在で、僕たちの体、心っていうのはこの非実在の方、これをね、アピアランス現れたもの、英語ではね、アピアランス、現れたもので、日本語では外観って訳されるけども、ちょっと外観っていうとなんか身なりの格好とか思われるでしょ。そうじゃなく、現れたもの、アピアランス、現れたものが全てね、あ、サツなんですね。ですから内山老子たちが言う生の実物っていうのも、あ、ピアランスですから非実在なんですね。仏教徒の人たちはその生の実物っていうと、それが真理だってこう思ってしまうんですがね、そうじゃないですよ。それは現れたもので、日光みたいなものね、太陽そのものではないんですよ。日光は太陽から出てきてるから、日光は太陽と共にしかないっていうのはわかるでしょ。ですからアピアランス、現れたものは、アサットはサツと共にしかないんですよ。でも光線がなくてもね、光線がどこまで飛んでいっても太陽はあるんですよ。ですから現れたものがなくてもね、サツはあるんですよ。僕たちの体や心や自分意識なくてもセルフっていうのはあるんですよ。ところが僕たちの体とか心とかセルフは、サツと共にしかありえないんですね。ですから依存している方は、アピアランスの方、依存している方は真実在ではないんですよ。依存せざるを得ないものは全て真実在ではないってマハルシ定義しているわけですよ。何にも依存しなくて自存、それ自体で存在できるもの、それだけがサツ。サツの定義はそういうことですよ。インタービングじゃないんですよ。それ自体だけで存在できるもの、それだけが実在、サツっていうことですよ。一体そういうものがあるだろうかって、ティク・ナ・ジャン先生みたいにシンキングする人たちもいるけどね、知らなければ。知らなければ誰でもそうかな。確認、確知、確認していればね、あるっていうわけです。それだけがあるって。すべてはそれだってね。イーシュバラのような人格心もまた非実在なのです。イーシュバラとか神とか世界っていうのは、そう言っている人に依存しているね、非実在に依存しているから非実在なの。非実在に依存するものは非実在なんですよ。私たちは絶対的実在セルフを見出さなければいけないのであって、それ以下のものではありません。つまり僕たちがね、今生生まれてきて見つけなければいけない、確認しなければいけないのはサツだけだっていうことです。私は誰かだけであって、それら以外の問題はね、どうでもいいことだって言ってるわけです。どうでもいいことを小学1年生からね、国語算数って勉強するのは、知性を発達させて、その知性でもって私は誰かという問題に立ち向かわせるためだけなんだよ、そういうプログラムで動いてるんだよ。それをどこの世界の文部省みたいなことも、文部省みたいなものもね、知らないっていうことなんですね。知らないけれども知性を磨くのはやってるんです、無意識のうちにね。学力増進とかね。でもそれがどこに行くかはわからない。だから目くらめっぽうやってるようなもので、戦争とか戦争とかしょっちゅうあるわけですね。だってあれだけのね、武器、ミサイルとか、なんでミサイルが飛んできたらそれを現役してる撃ち落とすとかね、それだけの知性あったらね、私は誰かにもう向かえばいいんだけども全然向かわないです。でも相手を破壊しようっていう方にしか向かわないでしょ。ちょっと愚かなんですね。知性がないわけではないんですよ、人類っていうのは。方向性を見失ってるだけでね。方向性はもっと昔の方の人たちが持ってたんですけどね。文化、分かれれば分かれるほどね、元が分かんなくなるんです。発電所から遠くなればなるほどね、ネオンサインに行けば行くほどね、
発電所のことなんて誰も考えないでしょ。キャバレーに遊びに行ってね、暗いところで明かりつけてで酒飲んだり飲んだりしてる人たちがね、その明かりを見ながらね、発電所のこと考えないでしょ。末端に行けば行くほど分かんなくなるんですよ。酒飲んでる人がね、これはどういう米だなって一般の安飲かなんて考えないですよ、うん、酒作る人はいい米いい水を探すけどね、売ってる酒屋さんだって、まあ、買う方だってね、とにかく安いのか美味しいのかそういうのを探すだけでね、オリジナル、オリジナリティ、ソースね、ソースを探すっていうことはしないんですね。キッコーマン醤油でそのソースはどうだろうなってエリちゃん探さなかったでしょ。ソース、岩井さんあと時点で、あ、岩井さんの時点も入ってるからね、ちゃんとエリちゃんの方にも入ってるけどね。ソースね、オリジン、ソース、源ね、を尋ねるっていうことですね。源を尋ねる。ですから源を尋ねるためだけに僕らの遊び学びがあったっていうことですよ。私は誰かに出会った、輪廻転生もそうだったっていうことですね。だから皆さんは無視以来の輪廻転生にね、私は誰かっていうのを今週ぶつけたわけです。忘れないようにしないといけないので不毛をねっていうわけです。すぐ忘れるから、忘れて僕ら生まれてきたんだから、僕なんかおそらくだいぶ信用してきたんだろうと思うんですけどもね、今週いろんなことこうなるっていうのはね、でも忘れて30ちょっとぐらいまで文学だ音楽だスポーツだってやって忘れてたんですよ。35ではっきり思い出したんです。すぐ忘れるんですよ人間っていうのは。最後に忘れるのはね、身内でもどなた様でしたかって80、90になって何の、ね、高橋由紀子さんとかって若いさひ孫みたいな看護婦にさつけられて高橋さんでしょなんて言われるようにそれぐらい忘れちゃうんだからね何が何だか分かんなくなっちゃうんだから、まあ野々木さんはどうなってるかねよく分かりませんけどもね、岩井さんあたり会いに行っても分かんなくなってるのかどうかよく分かりませんよね。この前も仙台に帰った時ね、まあ、昔うちの父がやってた材木屋で専門やってた人の母親が90何歩100近いのでボケて、それまでは格尺として元気だったそうで掃除も自分でやってないボケて、でその孫だねでボケて時々部屋の中で粗相したりすると叱られると思うのか、それをなんか布で組んでタンスの中に隠すとか、まずいことあると隠すんだね、取ってくると。で孫の女の子がねやってきて週一遍掃除してくれるようになったんだって。掃除機かけたり汚いものしまったりしたの出して、ただそのしばらく前までは知ってたらしいんだけども、孫だっていうのが分かんなくなって、あんた勝手に人の部屋に上がってきて掃除機使わないでくださいとかって取り返すんだって。で孫が気悪くして掃除にも来なくなったっていうのね。で今に孫じゃなく自分の息子とかその嫁とかを忘れていくんだろうと思うんですがね、全部関係性のリンクが失われていくわけなんですね。人間っていうのは全部忘れていって、そして生まれてきた時のわがままの状態で生まれてくるので、次皆さんね、私は誰かに出会うかって言ったら分かんないんですよ、それは。出会うかどうか分からないんですよ。忘れてしまうんだから。ヤオロズの神々に執着する人々は、それこそヤオロズの何百枚も、ね、いうことでしょうが、まあ、何十億人の人がそれぞれにね、信仰を持ってるわけですから、個人的にね。真実在セルフを探求する人はごくわずかです。自分の外で探し物をするのは好きなのに、
自分の内で探求するのはほとんどの人が好きではありません。まあこれは探し物って言うとみんな外に行くでしょ。幸田翔生さんみたいに自分探しの旅であってすらなんか外国に行くことだってこう勘違いするし、1960年代にはヒッピーたちがね、自分探しの旅と称してアメリカからまた日本からもヨーロッパからもたくさんインドに行ったわけです。でその頃ビートルズ全盛で、ビートルズのメンバーがマハルシ・マヘッシュ・ヨーギーというイカサマ・ヨーギーの弟子になったもんですから、そのロック好きがね、あるいはビートルズ好きがみんなその超越瞑想ってやつね、トランセンデンタルメディテーションって言うんだよ、超越瞑想に憧れてヒッピーになって、そしてインド放浪したんですよ、1960年代はね。未だにその名残みたいなもんです、幸田翔生さんたちっていうのはね。音楽とは関係ないけども、自分探しって言ったら外国に行って放浪していろんなことしながら見つけるんだって、そういう考え、それは1960年代のねヒッピーと一緒なんですね。まあ、日本人もたくさん行ったし、いまだにインドに行く人たち多いでしょ。自分探しの旅だと思ってるんですね。で、さっき柳田さんの話ちょっとしたけども、日本ラマナ教会の人たちでもインドに毎年3ヶ月ぐらい行くとかいう人たちいてね。で、私の自慢は視力 2.0 ですとかってホームページに書いてるんだな。で、体操なんかやって、して、シリウスヨーガとかなんとかヨーガとかって、マハルシ、ね、アークナビチャラでいいじゃない。マハルシの城に毎年3ヶ月ぐらい滞在して日本に帰ってきて、何々ヨガっていうのやって、今度は何々ヨガっていう名前で、講習会とか展開していきたいと思いますとかって、何々ってね、そういうふうに余計な看板つける必要ないでしょ、マハルシ知ってる人が。だから、その人のレベルでしかね、マハルシは響かないので、皆さんにもね、どう響いているかすらわかんないんですよね。ラマナ・マハルシがね、どのように響いてるかは。皆さんが活動をやってみたらわかるわ。皆さん活動しないからはっきりしないんですけどもね。反射させてね、どっかスクリーンにね、展示して、投射してくれたら、皆さんにわかるわ。僕には今でもわかってもね。その、なんとかさんっていう人は、毎年ラマナ・マハルシに行って3ヶ月滞在して修行して、日本に帰ってきて、なんとかヨーガっていうのをやりますって、こう、反射させてくれたわけ、ホームページに。それで、まあ、ハルシに関係してもさっぱりわかんないなっていうのがわかるわけね。だから皆さんも、もっともっと反射させてみたらいいんだよ。まあ、ホームページが一つの手段で、中村さんやエリちゃんやね、瀬川さんや、今安内さんちょっと休止状態してるけど、岩井さんも反射させたわけ。そうすると、感、喜びっていう字が好きですから使ってみたくなりましたなって、とんでもない反射するわけね。うん。だから、表現したらわかる。表現しなくてもわかる人にはわかるけども、おそらく皆さんは表現してみないとわかんないんじゃないかと思うんですね。自分にあるものを表現してみないとわかんないんじゃないかと思う。まあ、やりたがり屋は、ね、表現しすぎて恥ずかしいホームページとか出してるでしょ。外からの情報、物に気を惹かれるのは人間の基本的性質でしょうが、目は外に向いてますし、耳は外からの刺激を捉えるようになってるので、現れたっていうことはね、ハッピーや、僕たちは現れたわけですから、現れたっていうことはね、外に向かうように現れたんです。現れなければそうじゃないんですけどもね、現れたんだから外に向かうように全てが作られてるわけ。その一番特徴的なのが目なんです。昨日言ったように自分の瞳見れない、外しか見れないんだっていうことね。鏡を見るっていうのも外見てるんですよ。だって鏡って外にあるんだ。頭の中の実験取り出せ、ポイってできればいいのにって頭の中に手入っていかないんだしね。耳から入れたって届かないでしょ。鼻から入れても実験って届かないんだしね。届くのはね、第六式の
方向性ね、を変えた時だけなんです。全部外に向かうようになってるんだから。まあ、もの、ね、情報ものに気を惹かれるのは人間の基本的性質っていうか、生き物は大体そうしてるんですね。真理を探求しようと思うなら、内在する情報に注目しなければいけないので、ほとんどの人は短期間自己を探求してみても、短期間はするっていうか、ヨガバセティに関係した頃はみんなちょっと熱断やった。松崎さんでも言ってたけど熱断やったね。岩井さんや物吹さんでもちょっと短期間熱断やったと思います。が、静まるっていうことを行弱情がメインテーマだとなるとね、みんなすぐ退屈するんです。頭使いたいし手足動かしたいしね。だから弱情には退屈するように過去症の活動がそう荒らしめているということですね。だから皆さんも退屈ばかりしてると思うけどもね、まあ退屈しのぎに畑とかいいでしょ、うん、家で退屈したら、晴天独自しようとかね、瞑想しようとか思ってもすぐ退屈するから、畑に出たら目移りしていろんなものあるしね。で、畑で疲れるか退屈すれば腹すくから家に帰ったらなんか食べて飲んだりすればいいんだしね。そうしてるとあっという間にね、50、40だ、ね、60、70だ、うん、目を内に向けると誰でも退屈するんです。だから前僧たちでも頭の中でキョロキョロしていろんな考え事を妄想して辛抱できなくなると強姦殺人とかそういう人たちもいるわけですよ、うん、今朝ねオンラインで見てたら兵庫県の方で何町とかなんとかっていうとこでイベントでね、麦餅っていうところの産地、麦餅を宣伝しようっていうなんとか町っていう町ですよ、兵庫県の。で、麦を入れた餅ですかね、麦餅。それを宣伝しようっていうので、早食い競争を、まあ、実行委員会ができてやったそうな。で、早食い競争に勝つとね、2000円の食品券がもらえるんだって。で、早食い競争に参加した39歳の人を喉突っかえて死んじゃったの。うん。2000円の食品、2000円の食品券もらえるのにね、死んじゃったの。喉突っかえて苦しくなったので、他の参加者がおかしいと思って連絡してやったんだって、主催者に。救急車で運ばれて9時間後に死んじゃったらしい。喉突っかえてね。目を外に向けるとね、2000円のために死んじゃうんだよ。うん。主催者がなんか不手際があったかどうか、これから検討してみたいと思いますが、不手際は不手際だと。早食い競争とかって大体主催すること自体が不手際でしょ。昔はよくあったんですよ、先代の方でもね、あの一升瓶ずつ用意して油一升、醤油一升、何でどれを一番早く飲めるかってやって、やっぱり油を飲んだ人が死んじゃったな。昔はそれがあったんだよ。お祭りっていうとね、なんか面白いことイベントやろうっていうので、だいたい醤油一升とか油一升飲んだらどうなるか分かりそうなんでしょ。でも死ぬのは一人ぐらいしかいないの、他に知らないんだから。すごいもんだね、人間というのもね。いまだに続いてるんだよ、そういうのね。39歳で死ぬためにかわいそうにね、目を外に向けるからだよ、それも。脳が外交性にならされているので、内交性は難行苦行だからね。難行苦行だから。本当は難行苦行で死んじゃったね。大変だね。まあ情けないっていうかね、脳をどのようにして内向性にならしていくのかが課題なのに、その課題の解決法を研究する人も極めてまれですと。まあ、
課題の解決法はね、研究しなくていいんです。マハルシのアートマビチャーってあれだけわかりやすく言ってくれたんだから。もし僕らがね、シャンカラとかをサンスクリットあるいは英訳から読まなきゃないって言ってもね、マハルシが言ってくれたほどには具体的にはわからないんですよ。シャンカラの本読んでも。マハルシがね、その思いは誰に起こったのですかとかね、言ってくれてるの方がずっと実用的なんですね。あと、眠っている時にあなたはそういう悩みを持っていましたかとかって、具体的にこう、対話で言ってくれてるでしょ。シャンカラたちのはまあ古典みたいにまとめ上げられてしまったのでね、同じことを言ってくれてるにしてもマハルシほど僕らに具体的には解決法にならないんですね。格調の高い聖典っていうかね、まあ分かる人にはもちろん分かるんですけどね。だから皆さんにとってはマハルシみたいな人が極めてね、時代的に身近にいたっていうのは本当にこれは恩寵ですね。それ以下の研究は非常に盛んなのはっていうのは、例えば体操とか呼吸法とかね、次から次に出てくる新刊新商品の数々を見れば明らかです。で、洋画でもいろんな名前変えてね、ジャズダンス風みたいなものが、まあ、東京で流行ってますけれども、リラクセーションとしてね、まあ全てアーサナから消えるだけでしょ。どんな名前つこうが、まあ、シリウスヨガとかなんとかヨガっていうのが、とにかく分別観念を持ってる人がね、なんか修行しようっていうことでね、何々ヨガって言わなくてもいいんですよ。ヨガは一つに決まってるんだから。さほどヨガとかヨガとかねあれこれって言わなくてもいいんですよ。ヨガって言ったらヨガしかないんです。何々ってつければそれは美ヨガですから、ヨガじゃないんです、ね。まあ、ここはイシュワラ、その前のとこことね、イシュワラの問題が出てきていますけどね、神という問題が出てきてますけども、それもセルフを離れて神も世界も人間もね、その他万物万象はないんだっていうことで、ね、ですからソースは一つなんですよ。いつでもソースは一つなんですよ。一つしかないんですよ。セルフという、これはセルフのことです。ソースっていうのはソースをセルフという、あるいはセルフをソースという、どっちでもいいんですけどね。ソース源泉っていうのは一つしかないんですよ。太陽からたくさん光線が出てて数えられないでしょ。どれぐらい光線出てるかなんて数えられないけども、ソースは一つなんですよ。だから太陽みたいなものがあってね、そこからもうたくさんたくさん出てくる。個人っていうのはその中の一つなんですよ。外向いて目を反転させないから外向いて。ですから僕らも出てきたのはこのソースから出てきたんですよ。セルフから出てきたんですよ。この体心っていうのは、ものも全部。だからこう戻ればいいんだけども、戻らないで外に外に向かってね、金メダル欲しいとかね、あれこれなもんですからね。でも元に戻る興味がなければ、そりゃそんな人にね、どうこう言ったってしょうがないことね。外の世界にだけ価値があるんですっていうのが普通ですからね。何かご質問ありますか。ソース。ソースを本性って言ってて、出てきたものを派生って言ってるんです。属性って言うんです。本性と属性ってよく出てくるでしょ。だから、派生したものの方が属性ですね。体、心は派生物なんですよ。外の世界の。派生物が派生物を求めてるんですよ。男が女、女が男、あるいは車、ね、コンピューター、家、やつちゃってらってね、地位名声とかね。ですから新潟地震でもね、あるいは車の事故でもね、ゆうたくんだけが助かってお母さんとお姉ちゃんは死んでしまったって言っても、それは派生物がなくなったっていうだけです。本性がなくなったんじゃないんですよ。だからそういうのどういうことに触れてもね、周りたちならどういうことに触れても心を動かされることはないんです。派生物がなくなったって本性には変わりない。本性からまた何遍も何遍も出てくるんだから。だから本性さえ知ってれば何者をも恐れないっていうことなんです。本性を忘れて派生物の世界にいるとね、
将来年金だけでやっていけるだろうか、そういうことになるわけです。年金もうちょっともらえにしとけばよかったって、ね、年金女になっちゃうわけです、うん、だからセルフアバイダンスっていうのは本性に従するっていうことですね。体、心などの属性を持ってても意識は本性、セルフアバイダンス、マハルシのセルフアバイダンスね、ソースアバイダンスですよ。まあ普通の人間は派生物アバイダンスですね。変な言葉ですね。派生物アバイダンスですね。特別なければ10分ぐらい休みましょう。